で、2009年でリーマンショックで地震つけたってちょっとよく分からなかったんですけども、明らかに変わったのが2012年の尖閣に対する実力行使からで、アメリカをリードするぐらいの対中大戦略を作る時期に来てるんだと思いますけどね。で、それは決してね、対決じゃないですよ。関与なんですよね。力の立場からの関与。人口のピークアウトの向こう側まで粘り強くやっていければ、多分しっかりと誤していけるはずなんですよ。米中対立に左右されないようなルールを作るような空間をなんとか作って、今回、このコロナウイルス、武漢から大きくなって、その世界で、いろんな拡大していった中で、その中国では抑え込みに成功したというような、今、ストーリーをですね、リベラルな国際秩序というものを、むしろ中国なりにですね、作り変えていくんじゃないかなと。